ちゃん、 DSC メガワールドさんやってまいりました。そして本日はバカなメガということで、今日私初参戦ということで、今日は張り切っていきたいと思います。それで今日実演する機種なんですが、皆さんお待ちかねの CR が魔界の花で今日はチャレンジしていきたいと思います。こちらの、ね、DSG メガワールドさんのガロコーナーなんですが、魔界の花だけで全部で100台地域最大級の設置ということで、今日は皆様と一緒にガロコーナーでたくさんの大当たり目指して頑張っていきたいと思います。そしてね、今日も朝一から皆様と一緒に並んだんですが、全部で130人のお客さんが並んでたということで、本当に今日も大盛り上がりの予感ですね。それではね、台の方もすでに確保してあるので、早速店内の方行ってみたいと思います。はい、それではね、何度か台の方を確保しました。今日はこちら、じゃーん、CR ガロ魔界の花で今日実践していきたいと思います。でね、今日は139番台で、昨日のデータなんですけど、大当たり回数が昨日22回で、特演の回数も21回来てるということで、私もこの流れに乗って今日はたくさんの当たりゲットしていきたいと思います。で、ね、今日は朝一からということで、今朝からモードから今日はスタートしていきたいと思います。頑張ります。では0回転から回っていきます。すごい迫力。
いていきたい。CR から魔界の花で実践させていただきました。それで今日の結果なんですが、まず朝柄モードで、まずか3回転でコーガ VS ゼロリーチを見ることができたんですけど、それは外して、その後すぐ30回転で6000体リーチを見ることができたんですが、それも外して、その後でね、朝一はすっごい幸先良かったんですけど、その後は本当に見事に何もなく行きまして、結果的には大当たり回数0回ですすっごい悔しいんですけど、本当に悔しいんですけど、後ろのお客様とかは早い段階からデカ箱大活躍だったりとか、
後ろからパーフェクトフェイスオブカラーの音とかもすっごい聞こえてきたりとか、本当に周りのお客様は本当に大盛り上がりだったので、それだけで私はもう満足です。でもですね、あとはね、全部ね魔界の花100台導入されてるんですが、それも朝一ですぐ埋まってしまうほどのガロ大人気で、私も台確保するのにねすごいやっとって感じで台も確保することができたんですが、それほどガロも大人気ということで、ぜひ皆様もイエシーメガワールド様遊びに来た際にはぜひシアルガロ魔界の花でチャレンジしてみてください。はい、それではですね、皆様最後まで見てくれてありがとうございます。次こそは大当たりたくさんゲットしてリベンジしたいと思います。バイバーイ。